広川 IC 付近の九州自動車道本線の、用水広川バスストップ、広川インターチェンジは、福岡県八女郡広川町にある、九州自動車道のインターチェンジである。このインターチェンジは、九州自動車道が開通した当初は存在せず、1998年に増設された IC である。本 IC 設置前の最寄り IC は、久留米インターチェンジ、または、 やめインターチェンジであったが、周辺に工業団地があり、国道3号の混雑の原因となっていた。これを回避し、周辺の交通を改善するために、福岡県と広川町などが出資した第三セクターの地区後中部地域開発によって、国道に近い位置にある広川 SA に併設される形で建設された。ただし、インターチェンジと休憩施設の相互利用は後日の、 通り制限されている。広川 SA と併設していることもあり、正月、お盆、大型連休等には渋滞ポイントとして紹介されることがある。広川町へのアクセスに便利なのは、もちろんのこと、八女市、筑後市北部や久留米市南部へのアクセスにも活用できる。広川 IC と広川 SA は構造上の理由から、相互利用が制限されている。 双方を同時に利用できるのは、上り線で、広川 SA を利用した後、広川 IC で降りる場合のみである。ただし、2008年の下り線 SA リニューアルを機に、高速道路外からの一般利用者用駐車場が整備された。駐車スペースは8台しかなく、強硬なちょうど通るが、IC 入り口交差点から IC と反対の方向に進み、 高速道路本線と交わるトンネルの直前を右折、下り BS 入り口を通り越すと、SA の裏手に駐車場がある。高速バス利用者用の地上り線のみに設置されている。広川サービスエリアに併設されている、下り線側停留所とともに、バス事業者では、広川の故障を用いる。下り線側については、広川サービスエリアバス停留場参照。この県道バイパスは以前は、 広川 IC と国道3号を接続する約100メートルの区間のみ共用されていたが、2008年6月、水間方面へ延伸し、延長約900メートルとなった。久留米広川新産業団地付近の広川町道を経由し、福岡県道86号久留米地区五線まで全経路に車線で接続する。 E3 九州自動車道久留米インターチェンジ、広川 IC 広川 SA やめインターチェンジ。ありがとうございます。